好きな海の幸はサーモンのお寿司。どうもこんにちは、りなです。今回は売春産業で栄えてきた渡鹿野島の裏側についてお送りいたします。他にもどのような裏があるのか、あなたもぜひコメント欄に書いてみてください。では調査開始です。そこのあなた、何画面見ながらニマニマしているんですか。ね、た、ぞ、ん、ま、い、ネタ三昧。島の始まり、最後の桃源郷として知られる三重県伊勢市の渡鹿野島。この島にいわゆる大人の遊び場ができたのは江戸時代のこと。もともとここは江戸と大阪を結ぶ主要航路の中間に位置していました。したがって多くの船が停泊し、人を出しては入れ出しては入れ、それを迎えたのは島の女性たち。彼女たちは荒くれ者の船乗りをあれやこれやで慰めていました。何が欲しいのかもっとちゃんと言って。いや、まだ早いわよ、もうちょっと我慢して、といった言葉とともに。そして生めかしい布団の中は男と女のワンダーワールドに。ん？なんか今回の台本表現が露骨すぎやしませんかね。ともあれ、彼女たちは野郎どもを相手にして駄賃を得ていました。この商売が見事に大ヒット。男どもは砂糖に群がるアリのごとく島にチュッチュッと吸い込まれていったのです。その勢いたるや、某成人動画サイトでお目当てな動画を探すよりも迅速。相手をさせる女性が足りなくなり、島外から養女を受け入れるケースもあったそうです。一時期遊女500人、宿80軒とまさにゴールドラッシュでした。島の変化、そして時は動き出します。1957年、売春防止法が施行され、売春への取り締まりは厳格化します。それまで甘い汁を吸っていた島はアカウントが消された気分に陥ります。どうしたらいいんだ。そうだ、旅館ってことにすればいいんじゃね。そして人口200人ほどのこの島は一大レジャーランドと化します。1980年代のバブル期にはホテルをはじめパチンコ屋やスナック、居酒屋がずらり。しかし当然レジャーランドというのは世を忍ぶ仮の姿。実際は女性たちが仕事を求めて集まり、それを求めるオスどもがわんさか訪れていました。文字通り飲む、打つ、買うが集約され、大通りは人とタバコの煙でムンムン。肝臓も肺も、ついでに言えば腰も、いろいろな意味で良くなさそうな場所だったのです。島の衰退、特に島にあった大型ホテルはアイドルグループのセンター的存在でした。このホテルは暴力団のサポートを得ながら経営を続けていたとされています。暴力団員は若い女性を次々にナンパし、島に売り飛ばしていたとのこと。島の警察官までグルだったので表沙汰にはならなかったそうです。しかし海外の出稼ぎ売春婦が多くなり、島を訪れる人は少なくなります。また2016年の伊勢島サミットをきっかけに島のクリーン化が加速。かつての風俗島は衰退の一途をたどっているのです。島の闇、しかしこの島にはさらに闇の部分があるとされています。1998年、伊勢市の出版社に勤める女性編集者が行方不明になりました。所持品や犯人に結びつく証拠は未だに発見されていません。すると失踪に関するさまざまな説がネット上に流出。いわく伊勢市には伊勢神宮があるから神隠しが起きたという説、いわく北朝鮮に拉致されたという説、そして近くにある渡鹿野島を取材中黒い組織に狙われてしまったという説です。
どの説も根拠のないものであり、無理があると言わざるを得ません。かつては栄華を極めましたが、現在島にいる若い女性は10人ほど。島から売春の文化が失われるのは時間の問題でしょう。私もかつてはステージの上で扇子を振って…って管理人さん、ホラ話書いたら閉めますよ。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。